日本一カンデラ好きなモデル方このチャンネルに分だい。今日は何、今日は歴代恋愛、これはやべっぞ。僕が最もおすすめしたい、ジャンルでございまして、まあ恋愛系ですよ、キュンキュン系ですよ。胸がドキドキですってね、本当に感じなんですけども、韓国ドラマといえばやっぱり恋愛ですよ。やっぱ王道の、あの欧米の作品だったりとか、まあ日本のドラマにはない深みのあるやっぱりディープな恋愛的なドラマというところが、やっぱりこのカンドラの魅力にもなりますので、おすすめのね YouTube の方を参考にしていただいて、ぜひあのカンドラにハマっていただいたりとか、もう一度あのこの僕の YouTube を見た後に、あのその作品なんかに手を取っていただいて見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思いますので、ぜひ最後まで見ていってくださーい。ですね、早速一つ目お伺いしたいと思います。こちら、太陽の末裔。これはやばい、視聴率が 45% から 7% ぐらい取ってる、ドラマということで、まあ、大体約 50% ということで、2人に1人は、ご覧になったというドラマになってます。この太陽の末裔というのはまずすごいのは、まず主演がソン・ジュンギさん、ソン・ヘギョさんという、まあ、韓国のトップ俳優と女優のタッグ、まあ、元夫婦の主演の俳優となってるんですけども、そのメインキャストがいいんではなくて、これプラス脚本家が、まあ、キム・ウンスク直感にといって、まあ、最近で言うとザ・グローリー、そして、シークレットガーデンだったりとか相続者たちなどなど、たくさんの、名作を作られた脚本家が作ったドラマの内容となっているので、これあのね、軍人と医者がメインになっているドラマなんですけども、まあ、命を削ってすごい危ない軍隊のね、あのお仕事をされている、まあ、ソン・ジュンギさんと、それをこうその軍人を助ける、医者役としてソン・ヘギョさんが抜擢されたということで、まあ、それでストーリーが話が進んでいくんですけども、本当にジェットコースターのようにね、あの事件が進んでったりとか、内容が本当にね、あの進んでいくドラマになりますので、ぜひあのティッシュを片手に、ドラマを見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。それでは2つ目なんですけれども、ガチャ、青い海の伝説。うわー、やばい。これもう脚本家が、韓国の二大脚本家の一人である、まあ、愛の不時着とかを、お作りした脚本家と、ミーホさんとチョン・ジヒョンさんのダブル主演になってるドラマになってます。もうだから美男美女、まあ、スタイル抜群の180後半のミーホさんと、まあ、元モデルの、まあ、あのチョン・ジヒョンさんということで、もうめちゃくちゃ演技うまいんですよ。まあ、星から来たあなたという、まあ、チョン・ジヒョンさんの代表作があるんですけども、もうそれよりも僕はこのあの青い海の伝説というものを見ていただきたいなというふうに思ってます。まあ、とにかく泣けるドラマでもありますし、めちゃめちゃキュンキュンするドラマになってます。ただ、これ役柄的に詐欺師とマーメイド、まあ、人形の役ということで、詐欺師と人魚の恋って言ったら、まあ、なんぞやこんな変なドラマ大丈夫かいみたいな感じだと思うんですけども、それがまあ泣けるのよ。ラブファンタジーということで、本当にまあ韓国のお家芸であるファンタジードラマになりますので、ぜひまだ見てない人は、青い海の伝説、見ていただきたいなっていうふうに思ってます。では、三つ目なんですけれども、こちら、あなたが眠ってる間に、くわー、もう大好き。僕が一番大好きな俳優がコン・ユーさん、そしてその次がイ・ジョンソクさんという、30代の俳優さんになってるんですけども、このイ・ジョンソクさんの作品の中で僕が最も大好きなのがあなたが眠ってる間に。これあのキャストがやばくて、イ・ジョンソクさん、ペスジさんがメイン、そしてサブにチョン・ヘインくんが来ますからね。やばくない？もうヘインがまだ、俳優、そのメイン俳優ではない、時のドラマということ、2016年ぐらいのドラマだったと思うんですけれども、これもラブファンタジーになっているということで、本当にね、この2016年、もうめちゃくちゃメガヒットしたドラマがたくさん出てる中で、僕はこのあなたが眠ってる間にという、まあ、U-NEXT 限定のドラマになりますけれども、それをぜひあの見ていただきたいなというふうに思って、僕ペスジさんの作品の中で、まあ、スタートアップとかももちろん大好きなんですけども、このあなたが眠ってる間には本当したいなって。あのなんでかっていうと、このペスジさんって常にロングヘアなんですけど、このあなたが眠ってる間にだけはですね、この役のためにショートカットにバッサリ切ったという、もう人生で
ショートカットを見れるのはここしかないというドラマになりますので、ぜひキュンキュンしたい方はもうペスジさん、イノウソクさんのラブシーン見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。それでは4つ目なんですけども、ガチャ、太陽を抱く月ですね。いやー、これはですね、韓国のナンバーワンギャラの高い俳優といえばキムスヒョンさん、このキムスヒョンさんの最高傑作と言われているのが、まあ、太陽抱く月。まあ、時代劇ものになるんですけれども、もう、キムスヒョンさんって、本当なかなかね、まあ、ギャラが高いのもありますし、多分、本当に選んで作品出られてると思いますので、なかなかバンバン毎年出る、方ではなくてですね、もう、弟大ブレイクしてたんですけども、まあ、本当初期の頃、2012年ぐらいの作品ではあるんですけども、これ、今見てもこの時代劇のラブファンタジーは、本当に、キュンキュンするし、やばいんですよ。これね、これも出てる俳優がもう今じゃ絶対ありえない、もう全員主演級の俳優です。ちなみにメインはハンガインさんっていう女優さんと、まあ、キムスヒョンさんが、夫婦役として、まあ、メインなんですけれども、それ以外に子役の、キムユジョンちゃんだったりとキムソヒョンちゃんとかも出てたりとか、本当にもうね、もう相関図を見るともう全員今もう俳優としてもう全員メイン俳優、主演俳優ばっかりやられてる子役俳優ということで、もう本当にこれはもうぜひまだ見てない人は、時代劇といえば太陽抱く月、これ視聴率も 50% ぐらい取ってる作品になりますので、ぜひまだ見てない人は見ていただきたいなっていうふうに思います。最後5つ目なんですけども、ガチャ、雲が描いた月明かり、これを入れさせていただきました。舞台の恋愛カンドラといったらもう山のようにたくさん出てきます。やっぱり愛の不時着とかも本当にもう入れたい、もう僕が一応もとも作品好きな作品やっぱりゴブリン、トッケミとかね、愛の不時着とかなんですけれども、他にも好きなドラマを入れようということで、この雲が描いた月明かりを入れさせていただきました。これは何といっても主演がですね、パク・ボゴムさんと、キム・ユジョンちゃんということで、この2人の最高のベストカップル賞を取られたのドラマなんですけれども、まあ、僕パク・ボゴムさんって多分韓国で一番人気の俳優さんなんですけれども、このパク・ボゴムさんの作品たくさんあります。応答せよから始まり、まあ、青春の記録とかボーイフレンドとかたくさんありますけれども、ダントツでいいのが雲が描いた月明かり。韓服姿のセジャ役をやられるんですけれども、最も韓国です、韓服、まあ、時代劇の衣装ですよ、これが似合う男ナンバーワンなんじゃないかなって。セジャという役が最も似合う俳優といえば僕パク・ボゴムさんだと思うんですね。この雲が描いた月明かり見ればわかるんですけども、まあ、それのこう相手役として、まあ、男装をして、この宮中に入られて、まあ、パク・ボゴムさんと出られて、そこからラブストーリー、純愛なラブストーリーが始まっていくというドラマになりますので、ぜひまだ見てない人はこれ U-NEXT の作品になりますので、ぜひまだ見てない人は見ていただきたいなっていうふうに思います。以上、午前知らなきゃ損歴代恋愛ドラマ5作品ご紹介させていただきましたけども、いかがだったでしょうか。合計これで今までで今多分210作品ぐらい韓国ドラマ見ているんですけども、そんな中で僕よりすぐりの5選ということをご紹介させていただきました。めちゃめちゃ絞るのね、大変なんですよ毎回。もうめっちゃみんなたくさん紹介したいのもあります。たくさん紹介しすぎると分からなくなるのも、視聴者の中でね、いらっしゃると思いますので、そんな中絞ってるっていう中で僕は今回ご紹介させていただきましたので、間違いなくこれ僕がおすすめする以前にも大ヒットしているドラマご紹介5選なんで、ぜひまだ見てない人は見ていただきたいなというふうに思ってます。あと他にもなんかいろいろやってほしい企画だったりとか内容というものあれば、どしどしコメントの方とか DM とかインスタグラムでもいいですし、まあ、そうたくさんいただいてそれを参考にしていただいて、次の企画とかもいろいろ考えていきたいと思いますので、いろいろ気軽に書いてみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、いいね、高評価よろしくお願いします。